皆さん、こんにちは。年々、酷評する声が増え続けているように思えるのは、気のせいでしょうか。24時間テレビが放送されると、毎回話題になることがあります。それは、出演者のギャラ問題です。今回、チャリティーマラソンランナーを務めたお笑い芸人のやす子は、自身に投げかけられたギャラの質問をもらっていないと一蹴しました。しかし、その発言自体、また、その発言内容に物議を醸しています。どういったものだったのでしょうか。詳しく見ていきましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。かねて疑問視されていた24時間テレビの出演者へのギャラ問題が再燃しています。今年の24時間テレビ47では、お笑い芸人のやす子26がマラソンランナーとして出演しました。マラソン児童養護施設募金として放送終了時点で4,381,400円の募金が集まったという実績を残しています。しかし放送終了後、 X 上でギャラは1000万円との噂が流れ、2日、やす子はたまらず、チャリティーマラソンのギャラ1000万円ってデマが飛び交っているけど、一銭もいただいてないですよ。憶測やデマをすぐ信じちゃうのやめた方がいいですよ。さらに、自分の申し出なので番組ひどいと叩かないでと投稿し、ギャラを辞退していることを明らかにしました。一方、同番組に2夜連続で登場し、やす子のゴールのシーンでは紅を生披露して番組を盛り上げたミュージシャンの YOSHIKI58 は31日、自身の X で出演の告知と同時に、過去も今回もギャラは一切もらいません、今回も寄付をする予定ですと綴っていました。1978年の番組開始当初から繰り返し論争となっていたこの問題、出演者は高額なギャラを受け取っていて、日テレも儲けているのに、どこがチャリティーなのかと、同番組が偽善や欺瞞と言われる論拠となっているのです。スポーツ紙放送担当記者はこう話しています。今回のやす子やよしきのカミングアウトを機に議論が再燃しています。いくらチャリティーとはいえども、プロは絶対にタダでやってはいけない、もらった上で自ら寄付する話とは別です、と X に綴ったシンガーソングライターの柴田篤さんから、24時間テレビはタレントにギャラを払わないで視聴者が募金をして、 CM の収入はテレビ局がノーコストでもらうってことと疑問を呈した実業家のひろゆき氏まで、 SNS 上では賛否両論が巻き起こっています。芸能陰と陽、日テレはこの問題に対し、2000年11月に BPO で視聴者からの質問に答える形でこう回答していることをご存知でしょうか。24時間テレビに出演していただいたタレントのギャラについては、基本的にボランティアでお願いしております。しかし拘束時間の長い方など、場合によっては謝礼という形でいくらかのお支払いをしております。ただし、それは通常の拘束時間に対して払うものの何割かに当たる程度であり、タレントによっては謝礼を辞退される方もいらっしゃいます。通常より高額のギャラが支払われているというご指摘は事実無根ですとしています。同時にスポンサー企業も募金に協力しており、日テレ自身も事務局費用などを負担していると主張しているのですが、この問題は番組の歴史と同じく長きにわたり物議を醸し続けているのです。かつてタレントのビートたけし氏はオールナイトニッポンで24時間テレビについて、よだれ垂らした芸能人どもがめちゃくちゃ高いギャラ稼ぐくせに、これ以上貧乏人から金巻き上げんな、チャリティーって言うくらいならお前ら全員ノーギャラで出ろよこの野郎とカッパ自身が出演しない理由もそこだとしています。1991年には司会を務めた帰国子女の西田ひかるさんが、チャリティーなのに出演料が出るとは思わなかったと発言しました。2013年には2年連続で司会を務めた嵐のギャラが5000万円と週刊誌で報じられたことに対し、日テレが今年もボランティアで務めていただいておりますと全面否定のコメントを出したこともありました。ある番組関係者はこうしています。マラソンのギャラは1000万円以上、司会者のギャラは500万円以上という相場は確かに存在します。過去には辞退したり一部を募金に回したりした人もいますが、ほとんどの人は受け取っています。
ただ今回の安子のように辞退したとしても、日テレは今後も安子を厚遇し、さまざまな番組に出演させ続けますから、それを考えれば恩恵は千万円どころか億単位になります。それと日テレもスポンサー収入があるとはいえ、数十億の制作費は負担していますから、単純に濡れ手で泡というわけでもありませんとしています。さて、ネット上では例えば X で番組に対する批判も相当な数に上っています。しかも著名人による投稿も目立っています。一例を挙げると、2チャンネル解説者のひろゆきこと西村ひろゆき氏は、自身の X に複数回24時間テレビへの厳しい批判を投稿しました。まずひろゆき氏は X にパリパラリンピックで行われたアーチェリーの競技動画を投稿しました。そして24時間テレビは、哀れみを感じる、かわいそうな障害者が必要で、パラリンピックで活躍するような優秀な障害者は必要ないってことなのかな、とのコメントを寄せたのです。芸能陰と陽、この問題提起には多数の賛同する意見が寄せられ、障害者をかわいそうな人々だと強調しなければ募金してもらえないと考えている、視聴者を感動させようとしているのだろうが、障害者は不幸という固定化された視点は問題だ、などといった内容の酷評が目立ちました。ひろゆき氏の問題提起に補足すると、今年はパリでパラリンピックが行われていたことも24時間テレビに対する批判を増加させました。何しろ障害者らを支援するというチャリティー番組であるにもかかわらず、パラリンピックの様子を生中継することはなかったのです。ネット上でパラリンピックを中継する方がよほど番組のコンセプトに合致しているのでは、という疑問の声が多数投稿されたのは当然のことです。続けてひろゆき氏は、9月2日、24時間テレビはタレントにギャラを払わないで視聴者が募金をして、CM の収入はテレビ局がノーコストでもらうってこと、と強烈な疑問を投稿しました。ひろゆき氏のポストは含みの多い内容となっています。あえて解説すれば、ひろゆき氏はチャリティー番組にノーギャラで出演すること自体は正しいものと考えているのではないでしょうか。ただし日本テレビには CM の広告収入が入っているため、その時点で制作費の大半を回収しているはずです。にもかかわらず安子さんだけがノーギャラだと、それ自体は正しい判断にもかかわらず、日テレの利益だけが増える計算になってしまうということなのでしょう。こうした状況を踏まえ、デーブ・スペクター氏は X に、残念なチャリティー番組、24いかんテレビ、すみません、英語はもともと苦手なんですが、24時間テレビを見ているとマラソンやスポンサーやチャリティーの意味がわからなくなった、と揶揄する投稿を行いました。安子は高校生の時、児童養護施設で生活していました。そのため児童養護施設のために役立てられるチャリティーマラソンを走った。そして厳しく批判するひろゆき氏も、児童養護施設に PC を無償で配ろうプロジェクトを運営しています。ちなみにこの活動では、第2回のプロジェクトで163施設に対して約6500万円で PC336台の配布を行っています。安子もひろゆき氏も、チャリティー活動を行っているのは紛れもない事実です。事前の思いも強いに違いありません。共に立派であることは言うまでもないのですが、それでもひろゆき氏が批判を続け、ネット上で番組に酷評が寄せられるのは、やはりそれなりの理由があるからではないかと思われます。いかがだったでしょうか。今回は、24時間テレビのギャラ問題やチャリティーについて見てきました。チャリティーのあり方をめぐり、存在意義が問われる24時間テレビ、感動ポルノとまで揶揄される番組の内容と相まって、モヤモヤした感情が消えない視聴者は多いのではないでしょうか。確かにギャラが発生することは理解できますが、一方ではチャリティーを歌っていることからなかなかしっくりこないというのが正直な感情ではないでしょうか。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。